12月24日、エクストラ諸葛大夫が登場したから、早速戦友対戦で試してきたよ。デッキは、新軍エクストラタン、エクストラ東原山。計略は、一言で言えば、多勢の軍曹や。後ろの手足は全て整った。離れなさい。なんやろう今のダイナパローテ、無視で開幕色全部年のになり取られてるやつおらんよな。でもな、よう考えてほしい。新軍は逆転の国、そしてこんなひどいラバかましとる試合がどうなかされとる意味を。時代が来たのだ。身を守るには頭を使わないとね。そこに俺は天命に追いつかれたよ。
切り直しだ。離れなさい。今治癒を磨き決戦に挑むのです。一気に焼き払え。諸葛大飛の赤は威力プラス5の向上術、闇兵なら車輪になるよ。 2.5 コス分王の赤から兵力回復を抜いた効果やけど、効果時間は9カウントと分王より長めやで。切り直した。仕掛け、ひどいよ。いた、赤月。ごめんね、狼くん。もっと頑張らないと。お相手も諸葛大飛入りやな。やりたいことがひしひしと伝わってくれ。楽しいデッキやね。私も駒に過ぎない。先の展開は見えてるわ。見よ。見よ。さ
三国の英傑の志お教えしよう。三国の英傑の志お教えしよう。苦しむ人を救うのがシスターのお仕事です。私も駒に過ぎない。身を守るには頭を使わないとね。この戦に神明を落とす。鎮圧の好機、今こそ治癒を解き放つ。ついなには勝てぬ。上に来るの想定してなくて兵撃取られてしまったけど、あたいちがねの突撃を一発入れてくれたから冒険費には感謝やな。なんたる脅威。なすべきになせばいいね。カニカニしてください。Thank you.
力プラス5、速度競争に規定の場合、一つ目ピオーラが出るまでの時間が短縮されるぜ。こっちも9カウントや。ついのには勝てん。面白いカードやと思ったよ。